師匠は麻雀が弱い。もちろん麻雀の師匠ではない。霊感が異常に強い大学の先輩で、オカルト好きの俺は彼と旗から見ると気色悪いであろう師弟関係を結んでいた。その師匠であるが、2、3回手合わせしただけでもその実力のほどは知れた。俺は高校時代から友人連中とバカみたいに打ってたので、大学デビュー組とは一味違う新入生としてサークルの先輩たちからうざがられていた。師匠に勝てる部分があったことが嬉しくて、よく麻雀に誘ったが、あまり乗ってきてくれなかった。弱みを見せたくないらしい。1回生の夏頃、サークルボックスで師匠と同じ陰性の先輩と2人になった。なんとなく師匠の話になって、俺が師匠の麻雀の弱さの話をすると、先輩は麻雀は詳しくないんだけどと前置きして意外なことを話し始めた。なんでもその昔、師匠が大学に入ったばかりの頃、健康的な男子学生のご多分に漏れず麻雀に手を出していたのであるが、サークル麻雀のデビュー戦で役満、かっこ麻雀で最高得点の役を上がってしまったのだそうだ。それからもたびたびに師匠は役満を上がり、麻雀仲間をビビらせたという。僕はそういう話を聞くだけだったから、へえと思ってたけど、そうか、弱かったのか。あいつはいますよ、役満ばかり狙ってる人。役満は上がることは人より多くても大抵弱いんですよ。俺がそんなことを言うと、なんでも出したら死ぬ役満を出しまくってたらしいよと先輩は言った。え？頭に中連ポートという役が浮かぶ。一つの色で1112345678999みたいな形を作って上がる。麻雀で最高に美しいと言われる役だ。それは作る難しさもさることながら、出したら死ぬという麻雀打ちに伝わる伝説がある。いわくつきの役満だ。もちろん僕も出したことはあるか、拝んだこともない。ちょっとゾクッとした。麻雀牌を何度か燃やしたりもしたらしい。確かに中連ポートを出した牌は燃やしてもう使ってはいけないとも言われる。俺は得体の知れない師匠の側面を覗いた気がして怯えたが、同時にピンとくるものもあった。役満を上がることは人より多くても大抵弱い。さっきの自分のセリフだ。つまり師匠はデビュー戦でたまたま上がってしまった中連ポートに味を占めて、それからもひたすら中連ポートを狙い続けたのだ。めったに上がれる役ではないから普段は負け続け、しかしごくごく稀に成功してしまい、その度に牌が燃やされる羽目になるわけだ。俺はその推理を先輩に話した。出したら死ぬなんて、あの人の好きそうな話でしょう。しかし俺の話を聞いていた先輩は首をかしげた。でもなあ、中連ポートなんていう名前だったかな、その役満。そしてうーんとうなる。なんかこう一撃必殺みたいなノリの天柱みたいな。そこまで言って先輩は手のひらを打った。思い出した、天宝だ。天宝。俺は固まった。言われてみれば確かに天宝も出せば死ぬという言い伝えがある。しかし狙えば近づくことができる中連ポートとは違い、天宝は最初の牌が配られた時点で上がっているという完璧に偶然に支配される役満だ。狙わなくても毎回等しくチャンスがあるにもかかわらず、出せば死ぬと言われるほどの役だ。その困難さは中連ポートにも勝る。その天宝を出しまくっていた。俺は師匠の底知れなさを垣間見た気がして背筋が震えた。出したら死ぬなんてあいつが好きそうな話だな。先輩は無邪気に笑うが、俺は笑えなかった。それから一度も師匠とは麻雀を打たなかった。